はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回から少し間が空きましたが、モーツァルト、セレナード、グランバルディータ、今日から第五楽章の解説に入ります。第五楽章はロマンスというタイトルがついていまして、序盤と終盤のアダージョ、ゆっくりしたテンポの部分と、中間部のアレグレットと少し速いテンポの部分で構成されています。ベースパートは何といってもアレグレットの16号機の細かいフレーズのポジションが中心になっていますので、そこに重点を置きながら解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から56小節目前半部分までを解説していきます。冒頭は4分の3拍子で始まります。ベースは3小節目から入りまして、ここはポジションを説明していきます。最初はアスのオクターブで始まるんですけれども、ここを弦を2本またいで取るか、今のようにオクターブを第2第3の中間ポジションでまとめて取るかでポジションが大きく変わっていきます。まず1つ目、弦を2本またぐ場合なんですけれども、下のアスは4で取りまして、あとはハーフポジションで取ります。アスからハモ進行になりますので、ゲーセンで 1,2,4 と取った後、最後のベのオクターブをハーフポジションで 4,1 とまとめて取ります。で、オクターブとアスをまとめて取る場合は、次のアを第3第4の中間ポジションで2で取って、最後のベのオクターブは D 線と A 線でまとめて取っていただきたいと思います。もう一度聞きますと、アスのオクターブをまとめて取りたい場合はこちらのポジションで取っていただきたいと思います。7小節目から2小節間の母音は2つのパターンを説明していきます。まず1つは最初のアスをダウンから入って、ダウンアップアップと弾いた後、次の S をダウンアップが、これが1つ目のパターンになります。2つ目はアップから入ってストレートで弓順の方法があります。このようなボーイングを取っていただいても構いません。繰り返し先、13小節目からのボーイングはフォルテピアノになりますので、最初は当然だ、次は弓順になりましてアップになります。で、フェルマータ手前16小節目は32分音符をアップから入って、伸ばしのベーをダウンと弾いていただきたいと思います。17小節目から8小節間は冒頭部分が再現されます。19小節目から2小節間ポジションをおさらいしておきますと、もしくはこの2つのパターンがあります。どちらかを選択していただきたいと思います。25小節目から4分の2拍子、アレグレット、少し速いテンポになります。平均的なテンポで弾きますと、7小節目から4小節間のボイングなんですけれども、2分音符をダウンと弾いて正をアップと弾きましたが、逆読みでアップダウンと弾いていただいても構いません。31小節目からのボイングなんですけれども、最初はダウンから入って、次のフォルテでダウンで弾き直しを行っていただきたいと思います。で、ポジションなんですけれども、先ほどゲーまで D 線1本で弾きましたが、開口で取っていただいても構いません。で、32小節目後半からのポジションですが、ポイントは35小節目と37小節目をハーフポジションでまとめて取るかで、D 線1本で取るかでポジションが大きく変わってきます。まず1つ目のパターンとしては、ハーフポジションでまとめて取る場合なんですけれども、 G と D が出てきますが、ここを全て開口で取る形になります。ゆっくり弾きますと、これが一番オーソドックスな取り方で考えられるんですけれども、デメリットとしてはF と G で音を1音ごとに移弦しないといけませんので、これを解消するために2つ目のパターンとして D 線1本で取る場合があります。最初の G、アスを第2第3の中間ポジションで 2,4 と取って、 F、G を 1,4 と取ります。で、S からは1つ目のパターンと同じでハーフポジションでまとめて取る形になります。ゆっくり弾きますと、 D 線1本で取る場合はこのようなポジションとなります。38小節目から3小節間のポジションを説明していきます。最初はハーフポジションで A までをまとめて取って、最後の A を下位5で取っていただいたり、第2ポジションに移して C を4で取ります。で、次は A と B を1,2で、次の C と D を第3ポジションで 1,4 と取っていただきたいと思います。で、その後はこの D
ならばもう開放を使っていただいて構いません。で最後は第2ポジションを使ってこの K のオクターブをまとめて取っていただきたいと思います。もう一度38小節目からゆっくり聞きますと、このようなポジションとなります。最後にもう一度32小節目2拍目から今の場所まで通して演奏します。このような形となります。41小節目から4小節間のボーイングは1拍前がダウンで終わっていますので、アップから入って弓順で弾いていただいても構いませんし、あるいは最初の G をダウンで弾き直しを行ってダウンから弓順で弾いていただいても構いません。アップから入って弓順で弾く場合は44小節目のベーがダウンになりますので、45小節目でダウンで弾き直しを行っていただきたいと思います。その場合で弾きますと、ここまでこのようなボーイングとなります。47小節目から2小節間のボーイングですが、ゼをダウンから入ってストレートで弓順で弾いていただいても構いませんし、あるいはF、イスをアップアップと弾いて、ゲをダウン、で16分音符のゲをダウンで弾き直しを行っていただいても構いません。このように弾いていただいても構いません。51小節目から4小節間の音符ですが、2分音符のゲとゼはダウンから入ってもアップでから入ってもどちらを使っていただいても構いません。でポジションですが、すべて第2ポジションで、ゲ、ゼの5度、次の C、F のコードをすべて第2ポジションでまとめて取るようにしてください。でボーイングですが、ダウンから入る場合は54小節目の F、C をアップアップと弾いていただきたいと思います。あとは弓順で56小節目頭の C までダウンからの弓順で弾くようにしてください。はい、今日は中途半端ですけれども、ここまでとさせていただきます。中間部のアレグレットの部分は何といっても16分音符のフレーズがポイントになってきますので、まずゆっくりしたテンポから練習していただきたいと思います。そしてアンサンブルにおいては音の立ち上がりを得意としているファゴットと同じフレーズをやっていますので、どうしても音の立ち上がりがファゴットよりも遅れがちになります。そのため弦楽アンサンブルよりも音の出だしを気持ち早めに出すということを心がけていただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。